おはようございます。おはようございます。今日は PR 活動のためにあるところに行きます。はい。そしてそこに向かう車がこちらです。なんですかこれ。本田カーズ桶川さんにですね、はい、大宮盆栽来年100周年を迎えることということで車を1台ご提供いただきました。お、すごい。はい。ここにすごい100周年のロゴを入れていただきまして、車がですね N 番という、ホンダの車になります。これで、今日はあるところへ大宮盆栽の PR に行きたいと思います。はい。それじゃあ、はい、それじゃあ行きますか。レッツゴー。物がいっぱいじゃん。物で入ってますけど、はい、この車の一番メインポイントというか、うん、まあ、こちらです。うわ、ここにねピラーっていう柱がなくて、すげえ全部開くんですよ。で後々ちょっとお見せしますけど、ここフルフラットになるんですね。へえ。助手席までフラットになるので、荷物の乗り入れだとか作業に使うものの乗り入れみたいのが非常に楽になるというか、あれだね、お店とかできちゃいそうだね。そうなので、こちらのお店では移動式の用途に出張で使ってはとかってご提案いただいたりとか、完全に高さも高いので、うちのハイエースより多分高さ高いかもしれない。おー、広いんだ。そう、低いじゃん。で高いから、うちのハイエース床が高いんだ。あれだよね、ソロキャンプする人とかね。あ、向いてるかもしれない。いろんなシーンにっていうようなことをおっしゃってたので、まあ、今年、まあ、1年、来年ももし使えたら使わせていただいて、この車の魅力もお伝えできたらなというふうに思ってます。なるほど。はい。一番いいやつ用意してくれて、ターボ車なんですよ、 NA じゃなくて。だから加速もめちゃくちゃ良くて、後ろも高いです。でしかも、もう100周年だから、はい、粋な計らいをしていただきました。広いな、やっぱ後ろ。広いでしょ。高い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 、本当に高い。太陽君だって立てんじゃないの。いや、そんな俺身長立てそうじゃない。いや、いけるかもよ、本当に。160ぐらいあるんじゃない、ここ。160ぐらい、俺160ないから。立てんじゃない。159とかということで、はい、これで、PR に行きたいと思います。はい。この車の詳細もまた市の方からリリースあると思いますけど、これを使ったキャンペーンとかやっていきたいなというふうに思ってます。はい。行きますか。行きますか。はい、せーの、レッツゴー。ダサい。何それ。東北道。東北道。はい、乗りました。はい。どこに向かってんですか。今日はですね、モビリティリゾートモテギに向かっております。モビリティリゾートモテギことを説明しますと、我々の住む盆栽町にあるエーマンルケーレーシングという会社さんからですね、100周年を盛り上げたいということで、スーパー耐久というレースに出ている車両に100周年のロゴを入れていただいたんですね。はい。それがですね、実際に今日第4戦かなということで、茂木の方で走られるということで、大宮盆栽としても応援に行こうということで、向かっている最中です。モーターレースを好きな方にも盆栽の魅力を分かっていただきたいなという思いで、しっかり PR していこうかなというふうに思ってます。今日展示するんですね。そうですね、ピットウォークというような時間がありまして、そこで選手の方々と一緒に盆栽を並ばせていただいて、我々もいろいろ PR をさせていただくというような、予定でおります。はい。スーパー耐久っていうのは5時間耐久レースなので、その後も、しっかりレースを観戦して、自分がいい結果になるように、祈りながら観戦したいと思います。丸1日中。丸1日ですね。はい。今6時ですけど、終わりも6時なので、はい、でもそれだけ PR ね、時間させていただくということで。そうですね。はい。で、全てあのですね、この活動を全部ご提供なんですね。なので普通モーターレースってスポンサーで成り立ってる業界なので、そういうステッカー貼るのでも本当にすごいお金がかかるんですけど、それも、無償でやっていただいております。な
感謝というような企画です。はい、はい、時間ちょっとかかりますけど、はい、あなたの定義の様子も伝えていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ、はい、おやすみなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうですね。おい、レースガールバカみたい。それ流すの流すでしょ。到着しました。到着しました。水濠音ですね。音がねかっこいいですね。ちょっと中もさっきちらっと動線見せてもらったんですけど、うん、すごい慌ただしい感じが伝わってきました ね。怖かったね。でもやっぱり本当1秒がロスらしいのでちょっと迷惑かけないように迅速な設置をしたいと思います。ちょっとテンション上がってるね。なんだろう。頑張りましょう。頑張りましょう。そうですね。すごい。違和感あるっすね。盆栽ね。タイヤと盆栽っていうね。すごい。すごいじゃん。カメラマンが一人。それだけじゃあ、今グリッドにいるんですけども、じゃあここ。はい、ということで、レース前ですね、ピットウォークの時間になりました。こうやって、ピットの前で展示させてもらってます。暑くて大変ですけど、はい、すごい人いらっしゃったんで、いろいろ PR できました。これからレースなので、それもしっかり応援して、また違う部分も用意いただいているので、そっちでもしっかり PR していこうかなと思います。はい、以上です。はい、
大丈夫ですか。ジョエントさんのすべて、はい、ここいでここまでやっていただきました。ありがとうございます。みんなクルーの T シャツにも入れて。そうですね、全員も入ってます。ありがたい。ちょっと応援します。ありがとうございます。盆栽100年も応援します。ありがとうございます。すごいなぁ。合うんだろうね。しとけー。なんか本当に豚肉みたいな。そうですね。また持ってくればよかった。ありがとうございます。はい、メルボースお願いします。ページがない場合を求めさせていただきます。あれ何かな、あれ。あれ何、あんな笑顔で笑うかね。ニコニコしてる。持ってきた。ここだけ。二人でちょっとそれでポーズ決めて受け継いから。えいえい。おお。どうも。シルクです。4000万しか。ええー。ええー。二人なんだ。二人なんですけど。あ、URP なんですよ。これ、変だと思軽いみたいな。さあ続きまして97号車に、こちらは PCR クラス。こちらこれこれは後ろこもせ。後ろ行って後ろ行って。いいぞいいぞ。いいぞ、映ってる映ってる。YouTube が入ってる。映ってるよ。顔もちゃんと。どうだろう。どうだろう。行け行け行け。行け行け行け。怒られるかもしれない。あ、映ってる映ってる。あ、めっちゃ映ってる。ライブで、はい、映った。 PR できました。ありがとうございます。さすが踊れ踊れ映ったもん勝ちだね、うん、ライブなのか。すごいっすね。すごい。もう音が。すごいね。
すごい。おーすごい。この車があれば展示会がどこでもできちゃうね。そうですね。さあ、レースが今終わりました。我々のチームは一体何位なのか。すごいよ。今確定が、はい、まあ、左右の階段から降りていただいて、一回も走らないよ。グランピオンは最高階段で、ここから皆さんはお待ちしておられますので、スーパースキルウェイのエリアでお待ちください。大丈夫でした。いや、行きました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、まもなく6時になろうからで行ったということで、大変どうなんやろうかなと思います。おー、表彰式へ向かっています。お疲れ様でした皆さん。ちょっとホラーなホラーな絵なんですけど、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう真っ暗ですね、朝出たのに。そうですね、12時間ですね、はい、我々にとって12時間耐久だったという、はい、一応あの結果は、うん、ちょっとマシントラブルが続いて、遠野さんのチームは、リタイアになってしまったんですけど、はい、次の試合も、しっかり勝てるように我々も応援していきたいと思いますので、皆さんも5歳か応援していただけたら幸いです。はい、どうでした。いや、すごくね、楽しかったです。エースクイーンも見れたしそこは目当てみたいな、そこは目当てるも目当てかもしれなかったし、暑かったですね、すごくね、本当に。そうですね、
極限の状態だったのは伝わったので、はい、我々も負けじと100周年盛り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあお宮に帰りましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、このハイエースのライトでじゃあ気をつけて帰りましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。